皆さんこんにちは。今回の動画は、もし来年エースで三重県の代みたいに東京選抜戦が沢村の代でもあったらどんなチーム編成になっていたのか、最終回までの情報参考にスタメン9名を妄想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。今回沢村の代の東京選抜スタメン9名を決めるにあたって条件を設定。1つ目、各チーム最大4名までスタメン入り可能。三重県内の東京選抜では稲磯の選手が4名も選出され、かつ試合に出場していたので各チーム最大4名までスタメン入り可能。2つ目、コンバートあり。三重県内の東京選抜戦では複数人の選手がコンバート。本来キャッチャーの三重がファースト、また本来ファーストの山岡、永田、星田、山岡と永田はサード、星田はレフト。こういったコンバートを沢村の代でも結構。ということで上記の条件に沿ってスタメン9名を選抜。ピッチャーはフリアにしました。やはり2年生にして156キロを計測するまっすぐ、そしてこのまっすぐと相性抜群な縦スラスプリット、アメリカのバッターもそう簡単には打てないと思います。またバッティングの方も良いということで投打での活躍を期待。正直沢村と悩みましたが、アメリカの選手は動くボールに慣れていたり、いくら左であってもマックス140キロ複数打席ある場合対応してきそうなため、ナウの指摘にはワンポイントもしくはセットアッパー。実際沢村は2年夏祭の稲石戦では疲労を抱えながらも継投で起用され待っている。もし万全な状態でこの起用した場合もっとマイルに違いない。キャッチャーは五木にしました。なんだかんだ2年生にしてあの最強左腕成宮から信頼されたキャッチャー。成宮をリードできるということはどんなピッチャーが相手だろうとリード可能。ピッチャーの良さを最大限に発揮するリードに期待。またバッティングの方もよく、2年夏祭では打点12、ぜひ東京選抜でも打点製造機としての活躍を期待。ファーストは三島にしました。実は沢村の代ではファースト経験者が三島しかいない。そのため三島をファーストとしてスタメンで起用。しかし条件には発動し違う選手が来た場合三島のスタメン危うい。仮に左バッターを増やしたくなったら左バッターの秋葉をキャッチャーとして起用。右バッターの五木はバッティングが良いということで条件には発動しキャッチャーからファーストへコンバート。セカンドは江崎にしました。本来セカンドは春市にする予定でしたが、沢村の代では実力のあるショートが登場してなかった。そのため条件には発動、春市をショートにするため増坂江崎の2択で江崎にしました。サードはライチにしました。やはりライチといえばダイヤのエース、最強バッター。守備に難はありますがどんなピッチャーが相手だろうと対応しジャストミート。直近ではアプロ注目の甘さから長打、自身のエラーがなければ参考には負けていなかったかも。ショートはセカンドのところでも言いましたが条件に発動し春市にしました。少し心配なのが守備の方に集中してしまいバッティングに悪影響が出ること。春市の持ち味というと守備というよりかはバッティング。
もしコンバートした影響でバッティングに悪影響が出るようであれば、春一をセカンドに戻し、江崎や増田といった違う選手がショートにコンバート。レフトには佐々木にしました。本来佐々木は参考でライトとして起用されている選手ですが、今回の東京選抜ライトは違う選手を選択。佐々木は沢村大では貴重なホームランバッター、またワンチャンスをものにする勝負師。こんなバッターをスタメンとして起用しないのはもったいないため、条件には発動しレフトへ。なお神宮寺と悩みましたが、佐々木は牧からホームラン打っている、また沢村からもヒット打っている。神宮寺は沢村の前に苦戦し凡退。以上の内容から佐々木の方が上と判断。センターは登場にしました。沢村代でセンター経験者が登場しかいないから、仮に条件2が発動し違う選手が来ても東條に勝る選手はいないと思ったので、センターは東條一択。ライトは早乙女にしました。正直佐々木と悩みましたが、条件2は発動し佐々木をレフトとして起用し、早乙女をライトとして起用。いない姿勢は怪我の影響で出遅れてしまいましたが、出が明けからバッティングで結果を残し、2年生ながら3番バッター、実力的には問題ないかなと思います。続いて先ほど紹介した9名で打順を決めていこうと思います。1番センター東條、2番ショート春市、3番ライト早乙女、4番サード来地、5番レフト佐々木、6番キャッチャー伊月、7番ファースト三島、8番セカンド井崎、9番ピッチャー古谷。なるべく地チームで経験している打順。春一のショートコンバート影響でバッティングに悪影響が出ないか心配ですが、1、2番は東條春一精度固め。クリーンアップは左バッター3人衆。昨週ではサードメ以外ホームランを打っているため一撃を期待できる。6、7番には伊月三島、相手ピッチャーが安心している隙を突くタイムリー、共にチームでは打点を築いている印象があるため、上位が築いたチャンスをものにし東京選抜でも打点量産を期待。8番の江崎は飛ばして9番にはフリア。フリアには基本ピッチャーに専念ですが、9番ということでもし甘い球が来るようであれば一撃を期待。以上、今回はもし大エースで三重の大みたいに東京選抜戦が沢村大でもあったらどんなチーム編成になっていたのか、最終回までの情報参考にスタメン9名を妄想していきました。ちなみにスター様は上記の2つの条件で沢村大の東京選抜スタメンで起用するならどんな選手を選択しますか、また選択した9名でどんなオーダーを組みますか、思いついた方はぜひコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。